NGO 特会員の荻野です。今日はブリッジエシアジャパンにお邪魔しました。では早速、理事長の根本さんにお話を伺いたいと思います。まずブリッジエシアジャパンはどういった団体ですか？ブリッジエシアジャパンの代表の根本です。よろしくお願いします。きっかけはですね、私団塊世代でございまして、私たちが学生の頃に、そのベトナムのベトナム戦争というのがありまして、そのベトナム戦争が終結した後に、その戦後復興のベトナムを支援しようということで、お金を集めて、その戦争の被災者の人とか、あるいは個人の子どもたちにお米を送ったり、お金を送ったりというような活動、それが最初のきっかけで、だんだんやっているうちに、もう少しこう組織的にきちんと関わっていきましょうということで、1993年に、任意団体なんですけれども、NGO として誕生しました。では活動の特色として、またどういったものを具体的にやっているんですか？私たち今お話ししたように、最初のきっかけはベトナムへの支援ということだったんですけれども、その後生活がありますので、みんなそれぞれ生活を、他のことで仕事をしながら、お金を集めて送ってたというふうなことだったんですね。で、それをこう組織的にしようじゃないかということで、旗揚げはしたんですけれども、なかなかいろいろな話が来るということではないんですね。一応任意団体として立ち上げたのは1993年なんですけれども、その後は例えば、いろいろ、そうですね、当時はボランティア貯金が、NGO の活動を支援するとか、いろいろなことがありまして、そういうところにプロポーザルを出して、お金をいただいて、それで、支援を始めるとかですね、そんなことをしているうちにですね、翻訳なんかもやったりとか、いろんなことをしたんですけれども、そのうちにですね、UNHCR、国連難民高等弁務官事務所というのがありますが、そこが、1992年から3、4年かけて、そのミャンマーという国で、大量 の, ミャンマーの方々が、そのベトナムが、バングラデシュに大量に流出する、難民として出るということがありました。これはあまり日本の人たちに知られてないんですけれども、流出したその人たちというのはモスリムの人たちで、もともとはバングラからこう、川一本越えてミャンマーの方へ住み着いた人たちなんですけれども、ミャンマー政府はその辺をあんまりこう認めてなかったということもあったんですけれども、そういうことがありまして、それがその当時、緒方貞子さんが弁務官で、そのミャンマー政府、UNHCR のお仕事っていうのは、そのミャンマーの政府と、それから流出した先のバングラデシュとのこう調整をして、両方に了解を得ながら、流出した人たちを元のミャンマー側へ戻すというのが仕事なんですが、その時にその UNHCR というのは NGO と組んで、そういう仕事をやるということなんですけれども、その UNHCR がそのミャンマー政府にどこの国の NGO だったら可能かということを聞いた時、日本の NGO だったらいいというふうに言ったそうです。それで緒方さんが、じゃあその当時その日本の NGO で流出したその難民の難民帰還プロジェクトって言うんですけど、帰ってきた帰還難民の人たちに、定住促進のためのお仕事を創出したりとかって、そういうことができる NGO っていうのが実際問題あるのかどうかということで、緒方さんが当時その、星野さんがね、JVC の、今の代表じゃないですけど、当時 の, その星野さんという方にこう信書を任せて、その日本の NGO でどこかそういうノウハウを持っているところはないだろうかということで、星野さんは自分の出身 の, その、JVC っていう日本ジャパンボランティアセンターっていう
老舗がありますけども、そこに聞いたんですが、そこがまあいろいろな理由で自分たちはやらないということになって、それでまあじゃあどこがやれるんだろうということで、まあ当時その私たちはまあNGO として旗揚げしたんですけれども、まあ相変わらずそのお金を送るっていうふうなことしかできてなかったんですけれども、そこでその打診が来たわけですね。もしかしたらあなたたちはそのミャンマーとバングラディッシュの国境のその帰還難民のその定住促進事業ができますかということで、で私たちもその現場にスタッフを送ってやるっていうことが、まあ、経験なかったものですから、その当時その、ちょうどですね、ポルポット時代にカンボジアでいろいろ井戸掘ってたJVC 出身の美濃田さんという人がいまして、美濃田さんがちょうど日本に帰ってきてた頃だったので、その美濃田さんという人と、まあ、うちの事務局長とがそのフィジビリスタディって言って、その地域に対して、まあ、我々ができるかどうかっていうのを調査しに行ったんですね。で、まあ、それはその、まあ、ずっとこんな調子で喋っててよろしいですかそしたらばその何て言うかな、そのまあ、行ってみたら大変ひどいところで、まあまあ、50年前あるいはそれ以上前の日本みたいな感じで、まあ、非常に貧困地域でもうどうしようもないような現場だったということで、じゃあ我々がここでやらないって言ったらあとどこがやるんだろうという話に、じゃあやりましょうって話になったんですね。まあ、それはその後に続く苦労を予測できなかったからやりましょうってことになったんじゃないかと思うんですけども、それで一応こうお引き受けすることになって、帰ってきてからいろいろ手立てを始めて、まあ、1993年の11月からそのミャンマーでの事業が本格的に始まって、まあ、私たちその時は名前はそのうちのスタッフでベトナムとラオスとカンボジアのことをやってた人がいたものですから、インドシナ市民協力センターっていう名前で最初立ち上げたんですけど、インドシナ市民協力センターがなんでミャンマーでやるんだって話になって名前を変えた方がいいでしょうっていうことになって、ブリッジエイシアジャパンっていう、まあ、名前にしまして、正式に、代表私ということで始まりました。はい、それはまあ始まりっていう感じですね。はい、もうこんなところでじゃあ。